こんにちはモレックシンテズ今日はフルオロウラシルを合成しますねえっ、ー、とね形的にはこのトリアジンを使うとトリアジンのここの窒素を炭素と、まあ、フッ素に変えて酸素2つくっつければ簡単にできそうなんですけど意外とねこの辺外したりするのに <laughs> 時間がかかったんでえっ、ー、とねとりあえずあのブチレンと まあフッ素は使わないといけないいいとけですよねここの炭素2つをここの物ンのこの炭素2つで作ろうと思うんですよ。だとここの窒素は、まあ、ヒドラジンから作るしかないんでとりあえずこの右半分を456で合成しますね。<laughs> えーっとねまず4番がえー、っとね6番ここのフッ素の水素を シャンとしますそうするとここ2つと2つに分かれるんでで5番でここの炭素はここの炭素になるんで炭素を2つ取らないといけないんですよねだから最初ね1個まあシャントであ四4番かあ五5番か5番で1個ここシャントこっちにシャントしますねで もう一個取らないといけないんでこうかなうんであとここの窒素えっ、ー、とねここここの窒素水素こっちにシャンとして4番でシャンとするとえっ、ー、とここでつながりますよねうんこれで 一応右半分はできたのかなうんできてますよねまあここを消さないといけないんですけど <laughs> でここに余ったこの窒素をここの窒素に持ってこようと思うんですよで左側の半分がまあ擬酸を主に使うんだよなまあここがこの、C、CO になるでしょうでここの窒素はここに持ってくるってわけですね で、あと最後、ここの CO が、こうかな。うん、これで、で、1番で、えっ、ー、とね、まあ、2番で、ここの炭素の水素をこっちにシャンとして、一サイクル目で、シャンとして、で、同時にここのいらない水素を1番で消去すると。 あと、ここの窒素をこっちに引っ張ってこないといけないんで、2回引っ張ってくると。こうですね。で、あと、最後残った3番で、えー、っとね、ここの、ここの酸素は消さないといけないんで、1サイクル目に消去して、で、ここの炭素からも水素を1個取らないといけないんで、2サイクル目で2個取って、 でここの窒素からは2つ水素を取らないといけないんですよねだからちょうど当たってる3番でもう1個で最後ここの右側の半分5番で前に出せばいいですよね前に出してで同時に6番このビームで原料を飛び越えてここ余ってたやつを消去します でもう一個ここの窒素からは水素を抜かないといけないんでこれでできたかなちょっとねだからアームがうまく使えなかったんですよね今回 <laughs> 余って余ってしまったというかこれでできてるんですけどね これで480サイクルでできましたまあ4サイクルに1つのペースですねそれで、まあ、もうちょっとね早く作ることもできるんですよねえっ、ー、とねこの3番えっ、ー、と2番だったっけな4番が この2番ですね最初に2番ここの炭素から水素をこっちにシャンとした後すぐに、えー、と左に移動してうんでここ3番と一緒に2番と3番ここで重なって水素を2つこの2番と3番で2つ取れば3サイクル目で出荷できるんですよねこういうふうに。でまあでも2番戻んないといけないんで <laughs>。 こうとこうするとまあ一応同じ4サイクルで1個なんですけどまあ1サイクルだけ早くできるですね479サイクルかなそれでは終わりますね ご視聴ありがとうございました。